初回のチャンスの場面で自分が打てなかったことが全てだと思います。チームの負けの原因は自分かなというふうに思っています。今年の自分のテーマとしてとにかく結果にこだわるというテーマを持っているので、世界選手権で世界一になることはもちろんなんですけれども、リーグでしっかりと結果を出すことが世界選手権につながると思っているので、しっかりと今日の反省も生かしながら次につなげていきたいというふうに思っています。すごく気持ちのコントロールが難しいんですけれども、そこをうまくコントロールして、技術の修正も、海外と日本ではまた違うので、技術の面と気持ちの面の修正をいかにできるかというのがすごく大事なのかなと思っているので、この冬の切り替えというのがまだできていないと思うので、しっかりリーグに切り替えていきたいと思っています。初めは1年目でやめてやろうと思ってたんですけど、今17年、続けてこれているっていうのは、やっぱりソフトボールがすごく好きですし、で周りに周りの人に生かされて今ここに入れていると思っているので、自分が結果を出したいとかやりたいとかやりたくないとかっていうことではなくて、いろいろなものを背負って、これからやっていきたいと思いますし、17年目のシーズンにはなるんですけれども、やっぱり一つ一つ新鮮な気持ちでやることが大切だと思うので、やっぱり、いろいろな経験を、いいことも悪いことも、リーグを重ねればあると思うんですけど、それを一つ一つ一喜一憂せずにしっかりと次につなげていければいいなと思っています。